カンパニアはイギリス海軍の護衛空母。戦後は1951年のフェスティバル・オブ・ブリテンで浮かぶ展示場として公開され、1952年の核実験・ハリケーン作戦では司令官として使用された。カンパニアはないラナ級航空母艦と艦姿は告示していたものの同型艦はない。カンパニアは ベルファストのハーランドウルフ社で1941年8月12日に寄港された。当初はニュージーランドから洋肉を運ぶための冷凍貨物船として建造されたが、その途中海軍によって取得され、1944年前半に護衛空母として巡航した。本艦は船体が大型なために格納庫スペースも広くなり、艦載機の大半を船体内部に搭載できた。 また、完成時期が遅かったために、新型の二百七十七型高程度警戒レーダーや、戦闘情報システムなどの新装備が、春工時から搭載された。収益後は、大西洋及び北極海において、船団護衛、対船紹介任務に従事する。九百四十四年十二月、北極海で、r a 六十二船団を護衛中、搭載機のフェアリーソードフィッシュが、 ドイツ潜水艦 U-365 を攻撃、これを撃沈した。1945年2月8日、フェアリーフルマーが着艦事故を起こしている。カンパニアは対戦を切り抜け、他のイギリス護衛空母と異なって、すぐに廃棄や売却されることはなかった。航空機輸送艦として短期間使用された後、1945年12月に、 予備役として保管されることとなった。1951年のフェスティバル・オブ・ブリーテンで、カンパニアは移動展示館として使用された。民間の乗組員によって送還されたカンパニアは、国中の港に巡航し、ロンドンの主展をお及び2000の地方祭事を補足した。フェスティバルの責任者であるジョン・ホーランドは、館が、容易には、消防とに転換できないと考えていた。 しかしながら戦後のヨーロッパ復興における船舶輸送に対する大きな需要の中、彼は同僚たちと共に缶を使用できたことを幸運に感じていた。缶は白くさい塗装され骨格マストで装飾された。公式に紅葉展示会シートラベリングエキシビジョンと名付けられ、その展示品はロンドンの主展示場を反映するように意図された。陸上を巡回する展示会のように、 展示場は三つのセクション、イギリスの地理、発見、人々に分けられた。1951年5月4日から10月6日まで、カンは、サウサンプトン、ダンディー、ニューキャッスル、ハル、プリマス、ブリストル、カーディフ、ベルファスト、バーケンヘッド、グラスゴーを巡回し、それぞれの港に10日から14日間泊まった。フェスティバルが終了すると、カンパニアは、 バーケンヘッドで困難な任務であるハリケーン作戦の司令官として回収された。同作戦はイギリス初の核実験でオーストラリア西部のモンテベロ諸島で行われた。回収では作業室、研究室、オフィスなどの設置に加えて海水炭水化装置が装備された。モンテベロ諸島には水源がなく実験に参加する1500名に真水を供給するためであった。 実験には、他の4隻の艦、揚陸艦、なるびく、リ部旅ヘ、トラッカー及びフリゲートのプリムが参加した。トラッカーは、保健船に指定され、汚染除去設備を装備した。核爆弾はプリムに設置して爆破される予定であった。召喚隊は、アーサー・デビッド・トルセイ少将によって指揮された。2機のドラゴンフライ及び2機のシーウォッターを含む、大量の装備を、 カンパニアは1952年6月2日にポーツマスを執行した。イギリスの核開発を主導したウィリアム・ペニーラ85名の科学者が乗り組み、その半数はイギリスの核計画に直接携わり、残りは民間から選抜されていた。召喚隊はジブラルタル、ケープタウン、モーリシャス、フリーマントルを経由して、 モンテベロ諸島に8月8日到着した。それから2ヶ月間を実験の準備に費やす。実験は10月3日に実施された。カンパニアは帰国後の1952年12月に退役し、1955年にブライスでは却スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。